てください。カブトムシ。妹がプールで溺れたっていうエピソードで皆さん笑ってましたけど、帰ってきてすぐ私も報告されました。今日ねプールで溺れちゃったのって言って笑顔で言ってくるからね、どうしようかと思って。でもそんなバカな3人兄弟ですが、ここで告知が、私から告知が一つあります。来週の日曜日7月の9日にですね、苗の木ライブ T シャツ&ショーパン祭りっていう、ちょっとね夏らしい T シャツ&ショーパン祭りっていう夏らしいイベントがありまして、それがですね、ゼノンさん、ゼノンという、ライブ会場でやらせていただくことになっています。取り置きなどもできますので、ぜひこの後の交流会などでも声かけていただけたら取り置きしておきますので、ぜひ7月9日ゼノンで苗の木ライブ待ってます。お願いしますありがとうございますそれでは早速次の曲聴いてください。夢見る隙間。